ゲルハルト・シュトルテンベルク、ゲルハルト・シュトルテンベルク、ゲルハルト・シュトルテンベルクは、ドイツの政治家、キリスト教民主同盟所属、教育科学大臣、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州首相、国防大臣、財務大臣を歴任した、州首相在任中の1977年から1年間連邦参議院議長も、務めている。キール生まれ、第二次世界大戦中の1944年に、 徴兵され、ドイツ国防軍に入営、捕虜となる。終戦後の1949年にアビツーアに合格して、キール大学で哲学、社会学、歴史学を学び、1954年にドイツ帝国議会についての論文で博士号を取得、キール大学で助手となり、1962年に教授資格を取得後は、同大学で講師となる。 1965年及び1969-1970年にはエッセンでクルップ社の支社長を務めた。宗派はプロテスタント、妻との間に二次がある。1947年にドイツキリスト教民主同盟に入党。1954年、シュレース・ビヒホルシュタイン衆議会議員に初当選。同時に衆議会の青少年問題委員会副委員長。 1955年、セティの青年団組織、ユンゲ・ユニオンの全国代表に就任、及びシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のセリ副代表に就任。1957年、ドイツ連邦議会選挙に出馬して初当選。1965年の連邦議会選挙後、ルート・ビヒア・アハルト内閣に科学研究所として、初入閣。大連立のクルトゲ・オルク・キー・ジンガー内閣でも、 就任したが、1969年の連邦議会選挙後に内閣は退陣してセリは下野した。同年、セリ連邦議会議員団副団長。1971年、州首相候補として、シュレースビヒホルシュタイン州議会選挙に出馬、勝利して、州首相に就任した。同時にシュレースビヒホルシュタイン州の党代表に就任。1973年、 ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字制大受章を受賞、州首相在任中の1977年から1年間、持ち回り順により連邦参議院議長を務める。1982年にヘルムート・コール内閣が成立すると連邦財務省として招聘され、州首相、州議会議員を辞した。1983年総選挙でドイツ連邦議会に復帰。 公認の州首相となったウーベバルシェルとの間でセティ州代表の座をめぐり対立したが結局1989年にその座を譲った。同年第3次コール内閣の再編により国防省に移動。1992年クルド人ゲリラを相当するトルコ軍にドイツが戦車を供与していたことが問題視され3月21日に国防省を隕石辞任した。 1998年を最後に、連邦議会から去り、政界を引退した。1996年から、反感の夫をフォンビスマルク財団の評議会議長を務めた、ボン近郊ンの保養地、バートゴーデスベルクで死去した。ありがとうございます。